こんにちは、アンドロイドのお姉さんです。変な画角から失礼します。今日は神奈川県川崎に来ています。川崎のドヤ街と言われる場所に行きたくて、最寄りの八丁畷駅に着きました。少し歩くと、レトロなクリーニング屋さんや、かわいい猫ちゃんがいました。こっち見た。あ 駅から5分ほど歩くと、ドヤ街として知られる川崎市西新町に着きます。このエリアは高度成長期に日雇いを中心とした労働者向けの簡易宿泊所が多く立ち並んでいた地域です。宿泊費は1600円から2000円ほどが多いそうです。この前訪れた大阪西成より人口密度が低く静かな街だなぁという印象を受けます。昔このエリアには簡易宿泊所がずらっと50軒ほどあったそうですが、今はめっきり減ってしまったようです。本日泊まらせていただくのは簡易宿泊所をリノベーションして、ゲストハウスとして生まれ変わった日進月歩さんです。早速入っていきます。こちらは共通のリビングです。前の宿泊所の名残でしょうか。湯船やシャワーがあります。ゲストハウスらしく、ここで住民たちと交流などもできそうです。日進月歩、ネオンが輝くこういうスペースはインスタ映えしそうですね。蛇口やシャワーがレトロですごく可愛いです。湯船の中にはビーズクッションが入っていて、服を着ながらお風呂に入ってるような、少し罪悪感を感じるような不思議な体験ができます。2階に上がってお部屋を見ていきたいと思います。こんな感じでお部屋が並んでおります。オーナーさんのご厚意で空いてるお部屋も見せていただいたのですが、こういうふうに壁にアートが描かれております。個室は1部屋3畳ほどとなっていて、カジュアルに簡易宿泊所の雰囲気を体験することができます。共用のシャワールームやトイレもリノベーションされていて、すっごく綺麗です。清潔感しかありませんでした。漫画なども置いているので、ゆったり過ごせそうです。こちらが今日私が泊まる部屋で、シンデレラルームといって、他の部屋より小さい2畳のお部屋になります。この部屋の宿泊は女性限定で、宿泊料も他の部屋よりも少し安い3000円となっております。もちろんこの部屋にもアートが描かれております。身長168センチの私が寝転んだら、本当にぴったりのシンデレラフィットという感じでした。男の人は無理かもしれません。アメニティや浴衣も置いてあったので、手ぶらで来ても大丈夫かなとも思います。というわけで、おやすみなさい。動画見てくださってありがとうございます。次回の動画でお会いしましょう。